気をつけていかないとね。はい、恋するアステロイド、1話 見ました。いや、いいですね。アステロイド2話以降がすごく楽しみです。しっかり練習。さあ、キララファンタジア。お願いしてもいいですか？無理やり叩き起こす。すみません、ありがとうございます。すっごく助かりました。おー、すごいな、コイン。こんなにもらえるんだ。今回は召喚ですね。ふにゃ、ダメだよポルカ。さあ、何を召喚するかですが、大垣千秋が出ますね、星5の。他もが出やすいってことになります。このノクルと鋼鉄の方向、ピックアップ召喚、千秋編をの10回召喚を行っていきたいと思います。どんどん進んでいきましょう。さあ、星4以上だ。こいつが濃いめですね。これは厳しいかな。星4は必ず1回出るんですけど、それ以上となると結構厳しいよね。星4来い。ダメか。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。ノクルと鋼鉄の方向、ピックアップ召喚でした。はい、次回はですね、サッカーフェイストのこのノクルと鋼鉄の方向のシナリオクエストの2回目をやっておきたいと思います。次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。